年目に入りますが、残念ながら去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画が消え、ウマ娘がなくなったことで、この5ヶ月ほどずっと2桁再生、チャンネル登録者数全く伸びずで、もう振動でしゃない。こんなことしてまでやってるんですけども、ほんまやめたいですけどね。まあそれでも根性を振り絞ってやってますんで、ぜひ応援してください。でそんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィール、すべて説明文にあるんで、ぜひ読んでください。過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。そして今年9月くらいでかい発表あると思うんで、お楽しみに。じゃあいきます。 Amazon プライムです。3、2、1、スタート。イバラダって読むんや、これ溶けたじゃなくてイバラダ。えな、
テンスやろ。あれ先輩やんな。そうやね、そうやね。シュタインズゲートの非波長魔法みたいなね。非波長魔法やったっけ。あいね、チョコシューはうまい。
金もらえよ。2.005。愛情で料理が美味しくなるか。
胃腸かこれ。あ、胃腸じゃないよなこれ。なるほどね。普通にうまそう。もうこのあのアマゾンプライムで次のやつパッと出てくるのうっとうしいなこれ。これ消せへんのかな。これちょっと今エンディング止まってしまいました。ということで、2話はまず最初に、その雪村の、心拍数を、測るのに、まず逃げ出して、かなでちゃんね、ことのはちゃんがまず綺麗な一本背負いを決めたと。背負い投げかな。何かの有段者なのかって言ってましたね。で、椅子に縛られて、もう完全密着でしたね。あの、あやめが、日室が。で、頭を撫でられて上がるか。やけど、茨田先輩が、もうそれは対象者が、なんか対象事件だっけ。
ね、違うものでもそれは実験せなあかんと。まあまあ、それはその通りでしたけども、まあ残念ながら、雪村くんは女性経験がないから全員に心拍数が上がってもらったと。めっちゃわかるわそれ。全員可愛いしね、そりゃ。ほんで、うん、まあ、逆で言うてこんなんが来たら絶対上がらへんでしょうしね。その女子に僕が頭撫でてもらって女子が心拍数上がるわけないですもんね。テンションが下がるでしょうし、だからここはちょっとね、どうなんやろうね、うん、まあまあまあそれは置いといて、うん、でなんかまあ自分のやりたいことだけやってすぐ寝た茨田先輩、なかなかおもろかったですね。で、次が料理は愛情で美味しくなるか。あ、ケチャップ。うん。どうなんかな。これ僕の持論なんですが、なんかね、女性の、もう何年もないですよ。10年以上ないかな。10年とかじゃないか。ね、こう、髪からするシャンプーの香り。これが男からしたら、臭く感じたんですね、昔。今は分かりませんけど、もうそんなシチュエーションがないので。だからやっぱり、対象物によって変わるんかなと、そこはね。うん。だから料理もどうなんや。その、美女が作ったのと、このゴリラが作ったのだったら、全く同じものをね。それは美女の方がうまいでしょうし、こんなゴリラが何しようがね、一緒なんで。そういった意味では、まあ、愛情とか、そのね、あの、まさに、誰や、氷室が言うてたか、ね、かなでちゃんが作るか、なんか工場の生産ラインでマッチョが作ってるかっていうので、まあ、変わるでしょうし、まあ、あとはだから精神的なもんなんかな。おもろいな、これ。いろいろとちょっと考えさせられますね。はい、まあまあ、ということで、2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価をぜひともお願いいたします。はい、まあ、冒頭でも言ったようにね、今コロナに仕事をなんとほんまに全て奪われね、もう先週までの87連休地獄でした。収入なくて、はい、で今日は2連休です。今回もまた26連休が待ってますんでね。でまたその4月の仕事が飛ばんとも限らないので、もうほんまにしんどいですね。こんだけ仕事ないと。まあそんな中でもね、僕はアニメリアクション一生懸命やってます。こんな格好しながらとかねやってるんですが、やればやるほど再生数下がってます。もう特に今、王様ランキングも全く再生されなくなりましたしね。時効代理人もそうですし、2桁再生ばかりですね。もうやっぱ真剣にやってるだけに、ほんまにしんどい、これは。まあ、やらしい話ですけども、収益もむちゃくちゃ低くなってます。ずっと低いんですよ。低いとこからさらに低くなってるんで。しんどくてしゃあない。もうほんまにもうこのアニメリアクションってやめたいです。ほんまにね。やけど、やめたらゼロになるんで、今なんとかかじりついてね、やってますんで、ぜひとも皆様の応援よろしくお願いします。もう諦めない姿というのをね、ちょっとでも、感じ取っていただければなと。はい。そしていつの日かね、僕のショーを皆さんには見に来てほしいなと思ってますので、コロナが終わってからね。まあ、そのためにも僕の細かいところを見ていただきたいんです。説明文ね。あとはジャグリングとかパフォーマンスの動画もいっぱいアップしてるんでね。ぜひとも再生よろしくお願いいたします。励ましや応援コメントなどもお待ちしております。はい。ということで、ね、アニメリアクション人こと、町内道芸人ハマーでした。どうもありがとうございました。